3本目です。もうさ、あ、もう飽きちゃった。飽きない飽きない、それは楽しい。じゃあ最後、ひとプリグッズ紹介の第最後ね、最後のやってまいりました。最後はくじ系、くじ系ですね。ランダムグッズ、ランダムグッズで缶バッジ9個とクリアファイル2個、どっちから開けるんですか。いや、もちろん数が少ないクリアファイル。じゃあクリアファイルで、狙いはリーグ君。オッケーです。リーグ君なんか書いてあれば何でもいいやって感じだ。リーグ君ね。それでは行きましょう、はい、初めてクリアファイルを頼みます。クリアファイル初めて頼んだね。クリアファイルは今回初めて頼んだ。いくよ、せーの、せーで、ドン。6人います。6分の1の、もっとか、なんかプレミアみたいなのあるんでしょ、多分。プレミアというより種類があるかな、全種類、全員乗ってるやつとかもあるの。分かる。でも、いや、よく引いたね、あなた。やったー、すごい。ここ今、付け根は赤で溢れております。後で、あの、見せますけど、皆さん、あの、次、これ違いますね。じゃあ、次です。はい、いやー、まさかもう引いちゃったから、この動画終わりですね。ダメよ、ダメダメ、また次の動画行って。ナー君ですね。ナナモリって書いてあります。はい。待って、やばい。空の星2人が聞けたっていう。すごいね。2番目に好きなナー君が。ナー、いやー、これは最適んじゃないですか。やばいよ、嬉しくなってきた。クリアファイルで、まさか。クリアファイルちょっともう一回2つ見せてもらっていいですか。テンション上げ上げですね。めっちゃテンション上げ上げです。はい、え、嬉しい。いいっすね。普通に嬉しい。でも初めて今回見たグッズの中でリーヌ君以外が出てきました。え、私の中で初めてリーヌ君以外の方を拝見しました。じゃあここから9個、この前5個だったけど、今度ワクワクが9個に増えたぞ。毎回増えていくの、ちょっとずつ。わかんない、缶バッジの量が。1つ目、これにします。1つ目、はい。あ、そういえばクリアファイル当たりなかったわ。当たりにサインが入ってるんでしょ。サイン、あ、オッケーオッケー。さあ、まず一人目はどん、コロンくん。コロンくん、コロンちゃんです。はい、コロンちゃんです。というわけで次、どどん、ルートくん。ルートくん、ルートくんだ。待って、ね、これスタブリメンバー全員揃わないかな、このシリーズで。あー、それもいいね。これどどん、コロンちゃん。コロンちゃん、ミニの方が出たわ。ミニの方が出ましたね、はい。さあ、一体リーヌくんは出るんでしょうか。ドポン、あー、もうリーヌくんいるからいいわ。もうルーリーヌだったら、もうリーヌくんいるからいいわ。はい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 、出ましたね、はい、よかったですね、ルートくん出て、はい、ルートくんね、リーヌくん出てね。さあ、ごめん、さとみくん。さとみくん、さとみくん、俺多分あれですね、さとこの揃った、ストップリグッズ紹介してくるとこで初めて見ましたね。さとみくんは、さとみくんは初めて見ました。どん、なーくん。あと3つです。あと3つだ、はい。あれあれ、リーヌくん、リーヌくん、ドドン、ルーリーヌかぶったかぶった。え、でも全然ウトラは嬉しい。リーヌくんかぶりました。ウトラは嬉しいよ。ウトラは嬉しい。ドドン、ドン、お、サトコロ。サトコロ、サトコロだ。え、待って、これ70出ればさ、ペアが揃うよ。ペア完結。じゃあ次、最後、70、最後は70か、リーヌくんか、リーヌくんがいいですね、うん、はい、行きましょう。リーヌくん、せーの、ドン、サトミくん、かぶったのか、かぶったのか。ということで、これで、くじ系を全部終わりですね。はい、ここからが問題です、ここからが問題です。今回視聴者さんと交換をしたいと、空からの希望が。クリアファイル2枚なんで、はい、これは空からの推しなんで、これはもうこのままでいいんだよね。クリアファイル2枚は、これはもうこの、もしナー君推しでリーヌ君のもう一種類ある方は、ああ、なるほど、次はリーヌ君は2種類。なるほど、じゃあこっちのナー君推しの人がいて、どうしても私これが欲しいわと、うん、私でもリーヌ君のもう一種類あるの、もう一種類あると思うから、もう一種類、じゃこれと違う種類がある方がいたらコメントで教えてください。はい、でで、缶バッチ、缶バッチ。で、缶バッチは、まず、さとみくん。さとみくんかぶったね。な、これ、それは1個。いや、でも、めっちゃ、2個でもいいかなとは、それは考えております。じゃあ、2個ね。2個と、の、このミニキャラ版？うん。でしょ？だから、ミニキャラ版のリーヌくんが欲しいなって。迷います、迷います。
お姉さん迷います。ただあとこのリーヌくんが欲しい人、このミニキャラか、もしくはこのリーヌくんが2つ、うん、そのさとみくんとどこか2名の方ですね、方が私リーヌくん持ってます、リーヌくんなら別にさ、でもいい、ミニキャラでも普通のリーヌくんでもいいわけね。うん、はい、交換してくれる方、はい、はい、例えば同じ大きいリーヌくん、大きいリーヌくんが来ちゃった場合は、うん、先に来ていただいた方の方と交換取引、交換取引というか交換をしたいと思います。はい、で交換については事務所を通して、はい、やるので、うん、事務所の住所とかは、下に書いてありますので、うん、そこでやらさせていただきますので、よろしくお願いいたします。じゃあもう一回復習です。まずそのなーくんがリーヌくんと交換してほしいかな。はい、もう一種類のリーヌくんね。もう一種類のソラが持ってるリーヌくんはこっちのミニキャラ版のリーヌくんです。はい、で缶バッジがさとみくんの缶バッジ、さとみくんの缶バッジをこちらから出しますので、でリーヌくんのミニキャラか、か、普通のリーヌくんの缶バッジ、そうです。缶バッジについては早い者勝ちということで、はい、早く先に来た方のものを交換していくと。いきます。はい。じゃあどうでしたか？この、これ全部揃えましたよ。もう一回復習しますか？買ったもの。いいよ。まずは、これソラパパさんが買ったやつですね。シリコンポーチ。これ、シリコンポーチ。これソラパパさんの。違うよ。違う。これソラパパさんのシリコンポーチです。違う。はい、ソラパパさんのじゃない。じゃないよ。はい。で、アニマルクリップ。はい、クリップ。で、ミニリーヌくん、ミニリーヌくん、ミニリーヌくんがいて、はい、こっちじゃない、はい、で、アクッキーのリーヌくんがいて、シュシュのシュシュのリーヌくんがいて、はい、ミラーのミラーのリーヌくんがいます、います、はい、で、そして缶バッジがルーリーヌが2つ、ルーリーヌが2つ、はい、ルートくんが1つ、ルートくん1つ、はい、コロちゃんが1つ、はい、で、ミニキャラのコロちゃんが一つ、はい、で、サトコロが一つ、はい、ゆっくりね、で、ナーくんが一つ、はい、ミニキャラ版で、サトミくんが二つ、二つっていう、あ、あとあるか、クリアファイルのリーヌくんが一つ、はい、クリアファイルのナーくんが一つで、もう一個大事なの忘れてないですか？何でしょう？すっげー大事なの、あ、すっげー大事なの、今回めちゃめちゃ、いや、今回すごいね、箱、箱が、いちご商店さん、箱を、いちごのおじ商店さん、箱を、かわいいから、お作りになられたんですね。かわいい、これ捨てられないけど、ね、どこに飾る箱になっております。箱になってますね。はい、箱すごいよ、箱俺すごいなと思って、本当に。箱かわいいよ。結構ね、そういう箱作るのってね、お金がすごくかかるの。あれそうなの？うん、めちゃめちゃかかるよ。オリジナルの箱作る。製品じゃないけど、すごいなと。じゃあね、皆さんは一体何が届いたのかね、期待。次はいつやるんですか？春だって夏ですか、また。夏です。でもあなたもお小遣いないですもんね。予定夏買えない家でアルバイトしたらどうすか、何のアルバイト、いろいろなんかアルバイトできるもん、アルバイト探しますね、ママね、イエーイ、ママ、今日ママ誕生日のケーキ作ってあげるって言ったやろいいや、もうそれだ、はい、じゃあね、これで、はい、紹介は終わりします、はい、じゃあ皆さんね、どんどんコメント待ってますんでよろしくお願いします、まじゃあこっち見ていただく、いつものグッズ見てるの眺めてるの後に眺めてください、はい、先にちょっとカメラに目線をいただいて、もしくはよければチャンネル登録、グーニョボタン、ツイッターインスタ取得よろしくお願いします、お願いします、またのこと TikTok 交換、なんか2回連続 TikTok 買いますねはい、それではせーの、お疲れ、バイバーイ。